国家電網講師は中華人民共和国国営の電力配送会社である。ステートグリッドとも呼ばれる。中国の中央政府が直接干渉する中央企業である。世界最大の電力会社であり、太陽光発電や風力発電といった新エネルギーの設備容量も世界一である。2018年のフォーチュンの世界企業500社、売上高番付で2位になっている。 AI など先端技術への R&D 投資に旺盛な企業でもあり、2017年時点で特許取得件数はファーウェイを超えて中国で1位である。中国南部への配送を司るカナン電網工師と共に中国全土へ送電、変電、配電をしている。以前の国家電力工師が電力機構の発送分離で2002年に生まれた会社で、 別の五大発電会社である、大東、中電東、国電、家電、家能が発電する電力の送電のみを行う。五つの子会社があり、河北電網講師、東北電網講師、加東電網講師、家中電網講師、河南電網講師である。三峡ダムも、渦中電網講師が担当する地域にあり、静電闘争の主要役割を担う。イタリアの CDP レジ、 ポルトガルのレン、ギリシャのアドミー、ブラジルの CPFL エネルジアなど、海外企業の株式の買収して、大陸間の送電網を計画し、さらに世界規模の送電網を、グローバルエネルギーインターコネクションを提唱しており、日本との関係では、北東アジアの送電網構想、アジアスーパーグリッドはこれを補完するものとされる。また、電気自動車の急速充電器の共同開発を提案し、 中国電力企業連合会と日本の茶でも協議会で企画統一が合意された。ありがとうございます。